アイテム番号 SCP-398JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-398JP が存在する建物は財団が買収し管理しています。SCP-398JP は内部に設置した監視カメラにより、そのサイクル中に例外的な変化がないかが常に監視されます。内部に存在する人型実体の SCP-398JP1 へのインタビューは、担当職員の許可を得た上で行ってください。説明、SCP-398JP は、県に存在するアパートの105号室です。内部に時空間的異常が生じており、室内に存在しているすべてのものは1980年8月に血の状態を保ち続けていると考えられます。SCP-398JP 内の物体は、外部からの干渉を受けた場合や外部に持ち出された場合深夜0時1を経過した時点で1980年8月に血の状態、1へと戻ります。また、外部から SCP-398JP 内に持ち込まれたものはこれらの効果を受けません。SCP-398JP 内部には50代の日本人女性に似た人型実体。以下 SCP-398JP1 とする。が存在しています。SCP-398JP1 も室内のものと同様に、1980年8月、に血の状態を維持しており、その記憶は深夜0時を境にして消去されるようです。SCP-398JP1 は定時に SCP-398JP を退出する様子が確認されていますが、SCP-398JP 外で SCP-398JP1 を観測することはできません。調査の結果、SCP-398JP1 は105号室を1970年に借りた、と何らかの関係があることが推測されます。の現在の所在は不明ですが、の勤務先には198年8月、日以降も定年になるまで、が雇用されていたという記録が存在しています。SCP-398JP1 は自身がある一日を繰り返しているという状況を知覚することはできませんが、外部から持ち込まれたものは通常の時間を指し示すため、これにより異常を把握することができます。しかし、SCP-398JP1 の記憶が消去されてしまうことから、異常を知覚させる取り組みは意味をなしません。以下は SCP-398JP1 の行動を表にしたものです。なお、SCP-398JP1 の行動パターンには微細な時間の変化が見られます。記録を開く。およその時間、0時から5時30分、SCP-398JP1 の行動、SCP-398JP1 は自室に相当する部屋で眠っています。およその時間、5時30分から6時45分、SCP-398JP1 の行動、530に目覚めまし時計のアラームが鳴り、それにより SCP-398JP1 が目覚めます。服を着替えた後に浴室の洗面台で顔を洗い、調理場で朝食の調理を開始します。メニューは白米、目玉焼き、ソーセージ、わかめと豆腐の味噌汁。青菜のおひたしで一定です。およその時間、6時45分前後、SCP-398JP1 の行動、調理を中断し、自室とは異なる別室の扉の前で、より子、という人物に起きてご飯を食べるよう催促します。およその時間、6時45分以降から7時30分、SCP-398JP1 の行動、SCP-398JP1 が朝食をリビングの食卓に並べ、食べ始めます。この時食卓に並ぶ料理は2人分であり、SCP-398JP1 の対面の席に置かれています。SCP-398JP1 が朝食を食べ終わり食器を下げた後、730を過ぎるともう一つの食事は SCP-398JP1 によって冷蔵庫にしまわれます。
およその時間、7時30分から8時15分、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1は食器を洗浄します。それが終わると自室に戻り、スーツと思わしき服装に着替えます。およその時間、8時15分から8時27分、SCP-398JP。1の行動、机の上に書き置きを置くと、ガスの元栓やコンセントの抜き差しを確認した後、玄関から退出します。退出の瞬間に SCP-398JP。1は消失し、外部では一切観測されません。およその時間、17時32分、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1が玄関を開けて SCP-398JP 内に侵入します。この時外部では SCP-398JP。1が玄関を開ける様子は観察されません。SCP-398JP。1は食材や日用品が入った袋を持っており、消失中に量販店で買い物を行ったと推測されます。2およその時間、17時40分から18時20分、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1は調理場で2人前の夕食を作り始めます。メニューは白米、唐揚げ、茄子と油揚げの味噌汁、中華クラゲの和え物で一定です。調理完了後、SCP-398JP。1は一人分の料理を取り分け冷蔵庫にしまいます。およその時間、18時30分から19時20分、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1は食卓を挟むようにテレビに対面して座り、食事を開始します。この時冷蔵庫内に朝食が残っていた場合、SCP-398JP。1は夕食にこれを加えます。なお、テレビには、198、8に実際に放映された番組が表示されます。およその時間、19時20分から20時50分、SCP-398JP。1の行動、食べ終わった食器を片付けた後、リビングで雑誌を読み始めます。雑誌を読み終わった後、SCP-398JP。1は浴室に30分ほど滞在します。およその時間、21時から22時、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1は家計簿をつけます。およその時間、22時から0時、SCP-398JP。1の行動、SCP-398JP。1が自室に戻り就寝します。ポイ1、SCP-398JP。1が残す書き置きの内容は以下の通りです。よりこへ、朝ごはん冷蔵庫に入れておきました。疲れていると思うけど、休日もちゃんと起きないと、生活リズムが崩れますよ。ポイ2、財団職員の調査により、よりこの部屋のベッドの下から手書きの書類が複数発見されました。この書類は日付が変更されても SCP-398JP 内に戻らないため、外部から持ち込まれたものであると推測されます。以下はその一部の内容です。日付が変わるたび、私とあなたの距離は遠ざかっていきます。私の知るあなたは私の記憶のまま。あなたの知る私はあの時のままで、あなたは今の私のことを知らないのでしょう。ただ私だけがあなたから離れていきます。もしくは、私があなたを置き去りにしてしまったのでしょうか。今も未来もやがて、過去になります。私は、あなたが将来きっと先に行くであろうという事実に耐えられませんでした。今はもうあなたを失うことはありません。ただ、あなたの未来と、あなたとの未来も、私は奪ってしまいました。こんなつもりではなかったのです。私もあなたと共に、ずっと同じ日々を送れると思ったのです。きっとこれは、罰なのでしょう。あなたより先に行くであろう私を、私のわがままを許してください。あなたが朝私を起こすときに、どうか、
扉を開けてください。なお、の娘である、より子は2000、年に50歳で病死していることが確認されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。